エルプタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセンーギー占行政管区の、リムブルクイコールバイル軍に属す、町村である。この町は、軍内で最も小さな町である。エルプタールは、ラーンタールの高台、ベスターバルトの南斜面に位置している。この町は、ドルヒハイム地区、エルプグルント地区、ハンゲンマイリンゲン地区、ホイヒエルハイム地区の4地区で構成されている。 エルプバッハ川両岸の丘陵には、新石器時代から人が住んでいた。数多くの石器の出土品がそれを証明している。半ン,ンマイリンゲン近郊の環状土類施設は、ハルシュタット時代のものと同定されている。ホイヒエルハイムは772年にドルシュ修道院の寄進状に初めて記録されている。 エルプグルントの前身であるバルトマンスハウゼンは1138年10月21日に、セイゴア修道院への寄進記録に、ドリヒハイムはマリア・ラハ修道院の文書に1215年に、エルプグルントのもう一つの前身であるミュールバッハは、ナッサウハックからドイツ騎士団への寄進状に1230年に、ハンゲン・マイリンゲンは1333年1月21日に、 最初の記録が残っている。現在も存在するエルプグルントの水木、バルトマンスハウゼン城は周辺地域の裁判貢献を有したバルポーでの所在地であった。この施設は日本の円筒と付属のジム棟を有する後期ゴシック様式の館で現在も利用されている。その西側には古い城塞の円形の遺構が残っている。この城塞は1835年に フランクフルトの重要な銀行壁ドマン家の所有となった。第二次世界大戦後はアメリカ管理地区の宿舎となった。現在は学校の野外活動用宿舎として利用されている。この町の最も古い建物の一つがドルヒハイムのマリエンシュテッター豊富である。この建物は1993年までエルプタールの町役場として使われていた。正確な建造年は不明である。 この建物は、マリエンシュタット修道院の現存する三つの大規模建築の一つである。ミュールバッハ地区では20世紀半ばまで粘土と玄武岩の採掘が行われていた。ヘッセン州の地域再編に基づき、1971年2月1日にドルヒハイム、ハンゲンマイリンゲン、ホイヒエルハイムが自由意思に基づいて合併し、新しい自治体エルプタールンが成立した。 行政機関の所在地はドルヒハイムとなった。1974年7月1日にそれまで独立した町村であったエルプグルントが中法に基づき合併した。エルプグルントは1936年にそれまで独立していた町村であったミュールバッハとバルトマンスハウゼンが合併して形成された自治体であった。ヘッセン自治体法に基づくオルツ別威力は設けられていない。 ゼンソス2011の調査によれば、2011年5月9日、時点のエルプタールの人口は2359人であった。このうち外国人は116人で、EU、加盟国39カ国、その他のヨーロッパ諸国61カ国、その他の国16カ国から来ていた。個数は993個であった。このうち276個が単身世帯。 298個が子供のいないペアの世帯、318個が子供のいるペアの世帯、82個が成人した子供が親と同居している世帯、19個がルームシェアであった。458人が福音主義信者、1452人がカトリック信者であった。エルプタールの町役場エルプタールの町議会は15議席で構成されている。 バルトマンスハウゼン城エルプタールは住宅地であり、地元の商店や職人のほかに工業は行われていない。この町は連邦道 B54 号 G 年、リムブルク線に面しており、広域道路網への接続の便が良い。町内には、ドリヒハイム地区に基礎家庭学校のエルプタール修レがある。上級の学校は、フリック方面のミッテルプンクトシューレセ西ブラジウスや、ハーダマルの ピュルストヨハンルートビヒシューレに進学するのが一般的である。ありがとうございます。